ようやく、近代園を売る感学や、両王道閣法営4年5月22日は、江戸時代前期、教育文化、社会福祉、公共事業など、各種の社会事業に貢献した、大幕州の僧。では国お月軍や渡村生まれ。はじめなを、祖求といい、後に、道知と改めた。こうもはじめは、両年といい、後に両を沖縄に改めた。 両王同格禅寺は官営7年3月18日に、出羽国尾月郡や綿村、前田の貧能、鈴木家に生まれた。父の名は茂高。禅寺の幼名は、与え茂寺であった。聖火は、同地の総当修符門山次元寺の門前にあったと、されるが、今はない。翌官営8年、母が死亡。貧窮により、道軍高屋敷村の高橋家の養子となるが、 やがて養父母とも死亡し、その後各地を転々とした。このように、両沖縄の幼少時代は、恵まれないものであった。11歳の時には、不吉な悪事とされ、新言寺院に預けられた。中尊寺金色、道福道官営18年、12歳の時に、小月郡岩井川村の、相当総長経山流泉寺の寺僕となって、2年間、この寺に帰居。 提発して仏門に入った。寺に出入りしていた、加賀浪人、斉藤寺徳が代わりの寺僕を見つけてきたため、前寺は寺僕の任を逃れ得て、出家修行が可能になった。寛永20年、14歳の両騎名は、道の区国平泉の中村寺をもう出たが、その際、多くの経典が、すでに散逸してしまっていることを知った。特に、 藤原清平法納の総反大増教の多くが失われていることを嘆き、近隣を探し回り、今日国宝の一部として知られる金銀公書六冠を返納した。さらにこれ以後、散逸した経典や、文書の収集と一切共造建流の運動に一生を捧げることを誓った。商法元年、郷里の父を見舞いに帰って、八幡神社に祈願しているが、 この後、大岸上就のため、八幡神社をはじめ各地で修行と学問の生活を続けている。八幡神社には、約4年とどまり、神社にこもって、牛の時も大などの厳しい修行に明け暮れたという。また、修行時代の両沖縄はこの神社に、杉苗580株余りを植えたという。この間、18歳の時に、米沢の亀岡文樹道に祈願している。慶安元年、 仙台藩松島の随岩寺に移り、雲居丸妖禅寺より五階を受戒している。さらに、翌慶安二年には、出羽国久保田城下の天徳寺に過飾し、同年上の国草林寺において百日間、過食を断じて、諏訪明神に賛同する、荒修行を行った。長崎幸福寺の大雄宝殿清水寺本堂と、舞台女王三年、道学の僧より、 民の高層陰元隆起が来日する話を聞いて、非全国長崎に赴き、総福寺で、同社長元に参戦した後、同年7月、幸福寺に滞留中の陰元を訪ね、入門を許された。ところが、間もなく、大病に侵されたため、療養のため佐賀を経て、翌上を4年江戸に向い、さらに郷里の八幡田村に戻って、父のもとで家寮に努めた。 神仏に対して病魔に身を射しても本毛との癌を立てた結果、数日でようやく全開したので、再び摂津島城の不問寺にあった因縁に死宿して、休道に励み、明暦2年、因縁が山城国宇治に大爆山満腹寺を開くにあたって尽力した。その後も、両沖縄の修道生活は続き、長崎におもむ規則非書一に参戦したりした。 その姿勢は極めて真剣なもので、漢文二年にはついに愛欲の源であり、学童の妨げであるとして、神っりで自らの断言を断った。盆謀行の自戒を保ち、日課として十万八千仏の礼拝行を百日間続けた時のことであった。同年、その苦しみのため高泉生、禅寺に伴われて有馬温泉で療養している。摂津のカツオ寺では、 左手の小指を砕き念がかりする念資業を行い、観音菩薩に祈願している。翌漢文三年には、長谷寺、伊勢神宮、多賀大社にも祈願している。さらに同年、両沖縄、京都清水寺に賛同中、指頭の難行を行った。それは、左手の指を砕いて、油布で覆い、それを銅の格子に結びつけて火をつけ、右手には線香を持って、 半若心行二十一巻を独唱するという荒行であった。この時、両王三十四歳、左手はこの荒行によって焼き切られてしまった。この頃の両王は、供養の傍ら、議場の南海危機内放電、現状の大東三域危機を読み、天竺に入って教論を集めた中国の構想の異様を忍んで、大倉共造根流と内外の図書収集の 対岸上就の決心をいよいよ固くしたとされている。織田の名をたけ東東さん忍ばず池秋田県立近代美術館、所蔵刊文5年、36歳となった、両沖縄、大爆山満腹上滅、地頭の混流と増強の奉納の誓願を立て、そのための募金の度にで、機内を発して、大宇地方から関東に及び、多くの人々から記者を受けた。江戸では、 はたもとの松平行為指定に退白していたが、その時指頭の旧根が再び痛み出した。一心に完全音菩薩を念じて、平夜を祈ったある日、両沖縄霊夢を見たという。それは、長崎幸福寺を開いた、民の高僧目古女帝が夢枕に現れ、霊薬の製法を与えるという夢だった。その通り薬を調整して幹部に塗ると間もなく指通は、静まった。その後、 羅節の痛みが再発した時も、女帝の霊薬により併用した。また、引用すると、心身爽会になったと言われる。この妙薬を人々に施せば苦毒があると考えた、両沖名は、浅草の完全音菩薩に記念し、くじを三度引いて、金体炎と名付けた。薬の効能は素晴らしいもので、傷病に苦しむ多くの人を救ったとされる。金体炎は、 江戸上野の忍ばず池のほとりに構えられた店舗でも売られた。老いの大輔に経営を任せたところ、これが評判を呼んで飛ぶように売れ、江戸土産にまでなり、漢文十年には金三千両を蓄えるまでに至った。漢学里坊と名付けられた薬補の看板は、水戸三国の直筆の文字を、佐神五郎が彫ったものとも言われており、江戸名所図にも、 池の旗近太園店舗の経営が描かれている。現代の忍池漢文10年、近太園の売上金3000両をもとに、300両で祝願の大造卿を購入した。さらに林王寺偶書代の守る清志孔信郎の許可を得て、忍池に小島を築き、そこに2階建ての共同を建てて、大造卿を収めた。その後、京都の東福寺達中府門院に行き、 生一国史、演技の像を礼拝し、座元を務めた。また、郷を両年より両を沖縄に改めた。漢文十一年、水面に近い位置に建てられた郷土を上部に移築し、広く内外の天石を収集、指揮者の秘訣に供し道内に、助手将来の三製造を安置した。また、伊勢の安養寺の門前に施約館を建てたほか、京都の千入寺の門前にも施約所を設置して、 5万5千袋余りに及ぶ金体炎を処方した。漢文十二年には記事十数人の養育を始めている。また、同年、上野漢英治の中に漢学寮を混流し、教学の専人となった。平立した文庫六棟には和漢の書籍を収蔵し、僧侶ばかりではなく、一般にも公開した。これは、日本初の一般公開図書館であったばかりでなく、 閲覧者の中で、貧困の者や、遠来のものには、飯がや宿を与えるという画期的な教育文化、施設であった。漢学寮で寮生に与えられた食事は、質素なものであったが、おかずとしては、寮を沖縄考案したと言われる漬物が出された。大根、茄子、きゅうりなど、野菜の切れ端の残り物をよく干して、漬物にしたもので、林王寺宮がこれを美味とし、福神漬けと命名。 交換に広まったとされる。官学寮ではまた、経済的に急防している者に対しては授業料が免除された。なお、遠方2年には、江戸芝白金の随清寺にも、共像を建て、大造教館を消したほか、約5000館の館石を収めた。こうした功績が認められ、遠方6年、寮沖縄には、大、密、全の見学の法院が、 上州の長楽寺において授けられている。遠方8年5月に、将軍、徳川家綱が死去、霊廟を東永山寛永寺の中に造営することとなったため、寛永寺は、山内の達中四階院の地をこれに重当し、大地を別に賜っている。その折、両沖縄、大地の内余ったところに教造と学問所の混流を、ご法寺総武行、大久保多田ともに願い出ている。 また、稲葉正則の助力により、民番俗倉大蔵郷1万巻余りと、外天5千0巻余りを入手し、随気を指示に寄進している。なお、翌年には、両沖縄都同年生まれで共に因縁に学んだ、鉄岩同工が大幕版大蔵郷6923巻を、国艦している。天那2年には、天那の大会いわゆる、八百八百七の火事により、 買い集めていた書籍1万4000巻を失ったが、それでもなお被災者に、青銅1104枚の資材を分け与え、捨て後数十名を養い、1000両で薬店を再建し、1200両で観学料を刊行させ、台風で倒壊した日蓮宗の法音寺を再建するなど自ら救済活動に奔走した。天羅3年、前年の火災の被災民のため、 1> 約1300両もの義援金を供出したほか、餅を配ったり、迷子の親を探したり、消費者を埋葬したりと献身的な活動を続けた。この年はまた関西では、飢饉が起こっているが、ここでも1100余貫黄金千両を施して、救済に手を差し伸べた。当時の江戸の人々は、こうした、両沖名を、如来様と呼んで警護したという。 漢学寮千年より寮沖永願い出ていた県については、新しく林王寺宮となった守る前方神皇と東栄三寮知事の了解を得、幕府の寺社奉行、秋元高友の取り計らいもあって新しく、東栄山寮となった地の一部を賜った。状況元年、漢学寮が増築された。内外の天籍三万余観を備えることとなった文庫と共同は、 新しい漢学寮に移され、経蔵、文庫、行動、法上と、その周囲には北寮、南寮、西寮、東寮の四寮が建設された。一尺五寸の釈迦像を安置して、本尊とした。この時、かつての東英山諸家寮が漢学寮に合同されることになった県については、一部に根強い反対があり、寮沖縄の毒殺を企てる事件も数回、 発生したという。観学寮の両者は200軒もあり、主要な建物の四方を囲んで建てられていたので俗に、100軒長屋とも呼ばれていた。観学寮では、毎日、仏教、宗教、道教が講じられた。観学寮の受講者600名余り、一般利用者400名余りを数え、成長を呈した。状況元年には両沖縄の功績を伝えるため、関永寺境内に、 等身大の銅像が混流された。この時、両沖縄は55歳となっていた。この後、官学寮の僧とは政治には900名を超え、運営のための基金として、常に金千2 0 0両を備えていたとされる。上京2年、林王寺の守る全方針郎より、官学寮兼大僧図法院に任じられた。この時、両沖縄、講師として、 当代の石学を招きたい旨を法神牢に訴えている。同年、仁和寺の広史竜法親王の縁で、高野三魂法寺の立中光大院に共造を設立し、鉄岩一冊教を収めたほか、この年より元禄七年まで、天台、真言、禅の三州二十一火事に共造を寄進している。その内訳は、である。以上二十一火事の共造を混流して、 大増教を安置し、その他群衆や冠石など5万8千五館を収蔵すべき三井氏印文庫も建て、これらの維持費も寄進した。さらに、元禄92年、郷里の八幡神社に常剤を寄進して、神社を再興した。この時、八色八筋の鳩などの宝物を神社に奉納している。また、比営山に赴き、五十両を寄進している。両沖縄、これらの活動のほか、 宇治大化でも救済活動を行い、商業道の混流や観音肖像のせよ、さらに親友鉄牛道紀善寺の干拓事業を援助したり、宇治後が章の考え工事を起こすなど、産業発展にも貢献した。また、江戸をはじめ全国に約三十もの公会、または反公会の図書館を混流して世人に読書研究を進めたほか、講座を開き、貧しい読書人には、 給食を施した。特に公開図書館を一個人の力で数多く開設したことでは世界でも他に例がないと言われる。万福寺太友法殿元禄5年、高泉生の大爆山第五世新山宿に巨額の城剤を寄進した。夏暗居の際には地翼の任を受けた。その他、山内の書道や達中の維持費や修理費を寄進した。元禄七年、 両沖縄、江戸を離れ、宇治を枠山に登り、老後の修行のため山門の左手に、天津院を建てて、自暴とし、そこに住んだ。翌元六八年には六十八歳で、高泉全寺の因果を受けて死亡した。翌年、天津院に、天津院文庫を建てている。また、天津院の井戸が枯渇したため、古井戸を掘り当て、さらいと称した。さらに、元六十年には、 大幕山内、天津院の隣に自徳院を建てたが、これは12歳の時に仏門に導いてくれた、恩人、斎藤自徳を記念して名付けたものであった。同年、宇治の五が小四十長部の考え開伝工事を行っている。元六十二年、七十歳となった、両沖縄は、自らの古記を記念して、観音小動像三十三万三千三百三十三体を作り、 人々に施している。また、漢英寺の官学寮に、修築費として300両を寄進している。翌年正月、江戸に赴き漢英寺に投留するも、左胸には留守ができ、自得院に戻った。そして、元禄十四年には、伏見の仏国寺の第四代の住職となった。これは、それまで民国出身の僧が務めていたもので、日本人としては、 初めての栄誉であった。なお、翌元禄十五年には、八月に二国寺を、大山市自徳院に戻っている。八幡田村に帰郷し、前年のお物川の氾濫による、白髭の洪水と呼ばれた水害の犠牲者を、供養するため、お物川から石を千個集め、その一つ一つに経門を牧所して埋める、一時一、石頭教塚を建てた。元禄十六年十一月、 江戸大化があり、漢学寮は累承した。寮を74歳の時であった。忍ばず地中に共造文庫を設立してから31年が経過していた。漢学寮は諸州の学徒が競い学び、天台学徒の修行の道場ともなっていた。ここにおいて、公弁方針脳は将軍、徳川綱吉に対し、事後は抗議混留とする旨を願い出た。 一方再建のため宇治より江戸に来ていた、両沖縄、法神能に御礼のために根上し、法神能は老体の両沖縄をねぎらった。この時、両沖縄、法針能より白綴り章二匹を賜っている。その後、漢学寮は、幕府所管の漢学行員として再興されたが、両沖縄の遺徳を表すため客殿を建ててそのいとした。法永四年。 男児企業7日間を行い、弟子たちに工事を託した。5月21日、式を悟って、座禅を始めた、両沖縄に、弟子たちが臨終での最後の教えの言葉を求めると、両沖縄は一旦断ったが重ねて、強い求めがあったため、筆で大縁を描き、その下に、とつ、とつ、22日、両書と記した。その書の通り、宝永四年五月十二日、 両沖縄78年の生涯を閉じた。遺言により、四四輪、仏国寺、法恩院、自徳院などの諸寺院に対し、500両を寄進している。2007年、上野寛永寺では両沖縄の命日にあたる5月22日に、盛大な300年法演が取り行われた。同年6月22日には、記事に近い湯沢市の次元寺でも、 入着300年法要と、両前寺木造海岸法要が執り行われた。木造は、千葉県在住の僧侶浜名徳永が1ヶ月前に、次元寺に寄進したものであった。ありがとうございます。